ケムニッツ市電はドイツの都市であるケムニッツの路面電車。1880年に馬車鉄道として開通し、1890年代に電化が行われた長い歴史を持つ路線で、郊外の各都市と直通するトラムトレインの運行も行われている。2020年現在、市電の系統はケムニッツ交通によって運営されており、この項目では、 全社が運行する系統を中心に解説する。ケムニッツ市内に最初の軌道交通が開通したのは1880年4月22日、イギリスの実業家が主体となって開発が行われた馬車鉄道であった。開通当初は、電停がなく、利用客は乗りたい場所で手を振って、乗車の意思を示す形が取られていたほか、機関は、 イギリスの長さの単位で3フィートに当たる915ミ、mm、リメートルが採用された。その後、この企業は1882年にドイツドルトムントの企業に買収され、総合地域軌道という社名に改められた。以降は急速に路線網を伸ばし、1892年の時点で総延長7.15キロメートル、車両数25両、馬数60頭。 年間利用者数は153万人を記録した。一方、同社は1890年代以降の線網の電化による路面電車の導入を検討するようになり、1893年12月19日にケムニッツ市内で初の路面電車が営業運転を開始した。翌1894年には全線の電化が完了したが、 以降も換算時にはしばらく鉄道馬車の運行が続き、すべての運行が路面電車に置き換えられたのは1898年となった。馬車鉄道から路面電車に切り替えられたケムニッツ市電は路線網の拡張が続き、1904年には営業キロ 34.9km10 系統の路線網が築かれていた。その後もケムニッツが 工業都市として発展する中で利用客の増加が続き、1913年には年間利用者数が3200万人以上を記録した。一方、1908年に路面電車の運営権がケムニッツ市に移管され、同時に期間がわずかに広い9 2 5ト、mm、ルに変更された。だが、第一次世界大戦の勃発に伴い従業員の 半数以上が徴兵される事態となり、運転手や各種作業に女性が一時的に採用された。その後、終戦を経て、ケムニッツ主電は再度発展を遂げ、本格的な営業運転を開始したバスとともに、ケムニッツにおける重要な交通機関として運行を続けた。交通機関の年間利用客は1929年時点で約6400万人を記録し、 車両についても大量増備が行われた結果同年、時点で460両以上の車両が使用されることとなった。第二次世界大戦の開戦後にはさらに利用客は増加し、1944年には約8.970万人を記録したが、大戦末期の旅重なる空襲の結果ケブニッツ市内は甚大な被害を被り、路面電車も幾度も運休を余儀なくされた。 路線網の運行が再開し、復旧が始まったのは、同年の5月以降であった。第二次世界大戦後、東ドイツの路面電車となった、ケムニッツ市電の運営組織は、幾度かの再編を経て1952年に、人民公社ケムニッツ交通公社となった後、都市名の変更により1960年からは、カール・マルクスイコール・シュタット交通公社に改められた。一方、 長らくケムニッツ市電の機関は、馬車鉄道時代をルーツとする 925mm がそのまま維持されていたが、長年の国士により老朽化や輸送力不足が要因となり、1956年にケムニッツ市議会は、路線網の抜本的な近代化のため機関を標準機に変更することを決定した。 これに基づき1958年から工事が始まり、組織名が変更された1960年から、標準機の系統の運行が開始された。当初は、東ドイツ製の電車が用いられていたが、経済総合援助会議の方針により、東ドイツでの路面電車車両の生産が終了することとなり、百六十九年からは、チェコスロバキア製の大型ボギー車のタトラ T3 の、 導入が始まり、以降長期にわたる量産が行われることとなった。以降も、順次改め機や延伸による、標準機の路線網が広がった一方、期間 925mm の路線網は、改め機に加えて、路線バスへの機械による廃止により、規模を縮小していき、最後に残されていた区間も1988年11月6日を、もって営業運転を終了した。 ベルリンの壁崩壊以降、ドイツ再統一までの経済体制の激変の中、ケムニッツ市電の運営組織もそれまでの国営人民公社から市が市営企業へ転換されることとなり、1990年6月26日に公共交通機関を運営するケムニッツ交通が発足した。発足後、輸送需要の減少に伴い余剰となった車両の廃車が発生した一方で、 残された車両については大規模な近代化工事が行われるようになった。また、1993年には超低省電車のバリオバーンの試作車が導入され、1998年から本格的な量産が始まりタトラティーさんの置き換えが進んだ。また、1995年にはバリオバーンの修繕にも適した最新の機器を導入した車庫の増設が実施されている。 2000年代以降のケムニッツ自然の路線網の拡張や整備はケムニッツモデルと呼ばれるケムニッツと郊外を結ぶ鉄道路線への直通運転が主体となっている。これはケムニッツ中心部から離れた位置にあるターミナル駅のケムニッツ中央駅を経由し中心部と郊外のアクセスの向上を目的としたもので2002年に最初の系統が営業運転を開始して 以降、2020年時点で4系統が運行している。一方、ケムニッツモデルに合わせた、ケムニッツ自然の整備や延伸も実施されており、駅舎の建て替えを含めた大規模工事が実施された、ケムニッツ中央駅へ2013年以降直接乗り入れるようになり、中距離、長距離列車との乗り換えが要因になったほか、ケムニッツモデルの南部への拡張に合わせて2017年に、 市電の路線もテクノパーク電停へ延伸されており、トラムトレインの系統に加えて2020年時点で、ケムニッツ市電も一つの系統が乗り入れている。これらの、ケムニッツモデルの、トラムトレインの運営は、ケムニッツ交通が出資に参加した、子会社である、シティバーン・ケムニッツによって行われている。2020年現在、ケムニッツ市電では、ケムニッツ交通が運営する、 市内電車が5系統、シティバーン・ケムニッツが運営する、トラムトレインが4系統、合計9系統が存在する。ケムニッツ市電やトラムトレインを運営する、ケムニッツ交通やケムニッツシティバーンは、ケムニッツをはじめとしたザクセン州中央部の公共交通事業者とともに、中央ザクセン交通協会に加盟しており、他の加盟事業者とは、 共通したゾーン性に基づく運賃の共通化が図られている。その中でゾーン13にあたるケムニッツ市内を走る自然の運賃は片道2.2ユーロである。他、1日1週間1ヶ月有効となる乗車券も発行されている。また、VMS ではスマートフォンを用いた運賃の決済が可能なアプリケーション HTD を展開している。 ケムニッツ市電の主力車両2020年現在、ケムニッツ市電に在籍する営業用車両のうち、ケムニッツ交通が所有する市電用車両は以下の通り。これら以外に、狂気時代のものを含めた過去の車両がケムニッツ市電の車庫の一部を利用したケムニッツ路面電車博物館で保存されており、標準機に対応した車両の一部は、動体保存運転も実施している。 ありがとうございます。